はい、ぐいちゃんおはよう。どうぞ。あ、ちゃうわ。見よ。ぐりさん行ってくんな。バイバイ。おそっす。なにわのヒムロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いします。はい。本日は人生で2回ほどしか来たことがないとあるお店に来てるんですけども、4周年記念ということで、激アツじゃないかということで来ておりますが、抽選が事前整理券しかあかんかったようで、一般になりますんで、自分の場合は。まあ、当然抽選を受けれない一般入場っていうことで、今日はやっていきたいと思います。ただまあ、このお店に関しては、多分、客層を今見てても、まあ、若い子多いんで、まあ、花火とかバーサスとかは座らないんじゃないかなと思うんですよ。絆とか入った方に走ると思うんで、まあ、今日も花火かバーサスか、まあ、最悪ディスカップっていう感じで立ち回っていきたいと思います。それでは最後までお楽しみくださいませ。行ってきまーす。毎度いらっしゃいませ。ガチャ釣りでー行ってきまーす。すいません。ごはんさん生言っといてやー。よろしくお願いします。お疲れ様でした。まあ、周年ということで来たんですけども、一般入場で入ってドンツー抑えれて、まあ、設定わからないですけどね。でもまあ、子役もめっちゃ悪いし、周りの状況を見れば、バラエティコーナーそんなに強くないんですよ。どっちかって言ったら AT の方が強かったんで、ジャグラーコーナー見ても、ノーマルタイプにあんまり入ってなさそうな感じだったんですよね。まあ、ドンツーのやめ時はまあ、あれでいいと思うんですけど、パチンコもそんな粘れるような状態ではなかったんで、まあまあもう今日はこれでしゃあないでしょう。もうプラス500円ということで、500円とこのお菓子とお茶ですね。まあ、そんなわけで今日もうんこ動画ですけども、すいませんほんと。ねえ、こう設定積もって出すっていうのをやってみたいんやけどね、なかなかね、ないんで、難しいとこっすわ。まあでも大きく負けるともうえらいことになりますから、まあ負けないように面白い動画をこれからも配信していきたいと思っておりますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。はい。というわけで、今回はうんこ動画ですが、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。